岡本君明は、日本の元財務官僚。第15代財務事務次官。愛媛県新浜市出身。1979年愛工高等学校卒業。同級生に、谷脇康彦総務審議官や安永達夫三井、物産社長がいる。1983年東京大学法学部、第二類卒業。旧大倉賞入九百九十一年。 近藤内閣官房副長官秘書官。1993年内閣不信任決議に伴う衆議院解散後、大倉省に復帰し主計局農林水産係主査に就任。米政策を担当し、食料管理法廃止や伴う主要食料の受給及び価格の安定に関する法律制定について、農林水産省の大村秀明らと検討を進めた。 1995年には、阪神・淡路大震災に対応。その後、文部係、公共事業係の主査を務めた、イギリス王立国際問題研究所研究委員等を歴任、2004年財務省主計局長査長、2006年財務省主計局主計官、2009年から財務省大臣官房秘書課長となり、2012年8月に、 財務省主計局次長、2015年財務省大臣官房長。この間、中央大学大学院法務研究科客員教授を兼務。2017年財務省主計局長。2018年、森友学園問題に絡み文書厳重注意処分。同年財務事務次官就任。通常、財務次官ポストは1年で交代するが、2019年7月から、 異例の2年目に突入。この間、相次ぐ不祥事を受けて設置された財務省再生プロジェクトの本部長などを務めた。2020年7月20日退任。2020年11月1日、ドリームインキュベータ顧問。ありがとうございます。